え、今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は一万七千八百八十四人でした。二十日ぶりに一万人代になりました。新たに感染が確認されたのは、十歳未満から百歳以上の一万七千八百八十四人です。直近七日間の感染者数は平均で三万千百五十一人で、前の週と比べて九十七パーセントになっています。 重症者数は、きのうから3人増えて39人でした。今日時点の重症者用の病床使用率は、前の日から0.9ポイント上がって33.3%、全体の病床使用率は0.1ポイント上がって58.3%です。また、10歳未満の女児と60代から90代までの男女、合わせて13人の死亡が確認されています。 きのう時点の直近7日間の感染者数の平均は前の週と比べて98.6%となりました100%を下回るのは6月19日以来ですが都の担当者は高い感染者数で推移していることには変わりないとの認識を示しました。そのの上で、重症者ややや亡くななる方をを出さないために、促進や往診体制を整えて、 医療提供体制を強化するる必要があるとしていますまた、お盆期間中に帰省などで重症化リスクの高い高齢者に会う機会がある人は帰省の前後に検査を受けるなど感染拡大の防止に細心の注意を払ってほしいと呼びかけています。